生田警察署襲撃事件とは、現在の兵庫県神戸市中央区にある生田警察署が襲撃された事件である。在日朝鮮人からなるボートによって1945年12月24日及び翌1946年1月9日の2回続けて発生した。1945年12月24日午後9時頃50名を超える朝鮮人のボートが 岡山の刑事を出せと叫びながら、署内に侵入。署員を、拳銃、日本刀、機種を突きつけて軟禁した上で、岡山県警察部の捜査員を探し始めた。襲撃以前、岡山市内にて7人組による拳銃強盗事件が発生しており、強盗犯を追って、岡山県警の捜査官が、神戸市まで出張に来ていた。この捜査員に、幾多署が協力していたため、 ボートの襲撃を受けることになった。兵庫県警察市昭和編447ページには、報復を仕掛けたのは朝鮮人の一団であったが、元の拳銃強盗事件の犯人が朝鮮人であったかどうかは記されていない。捜査員らが脱出に成功した一方で、ボートによって署内の警察電話線が切断されたため、警察署は外部との連絡手段を断たれてしまった。 その後、事件を聞きつけた連合国軍部隊によって暴動が鎮圧された。翌年1946年1月9日、三宮ガード下で賭博団が検挙されたことを受け、30人から40人の朝鮮人が犯人の奪還を目的に、幾多所内へ再度侵入したが、この事件も新中軍の協力を得て鎮圧し、首謀者3人を検挙した。ありがとうございます。